この日、特設ステージではクイズや歌でにぎわう中、メインイベントであるブラジルのダンス格闘技カポエーラが披露されました。カポエーラとはアフリカ起源のブラジルで生まれた格闘技。踊りと攻撃力を備える独特の形態を持ったユニークなもので、ダンスでもあり、格闘技でもあり、スポーツでもあると言われています。ブラジルの民族楽器ビリンバウはカポエーラのシンボルのような楽器です。途中からお客さんも参加しました。こんなに小さいお子さんもちゃんと踊っていますね。リポーターの葛原さんも参加しちゃいました。実は彼女、カポエーラの経験者なんです。パフォーマンスとってもかっこよかったです。でちっちゃい子供から結構大人の方までいろんな方ができるんだなと思って、誰でも、ね、入っていいということで私もちょっとやらせてもらって面白かったです。あのカポエラ子供には、はい、カポエラの一番いいところは、はい、バランスですね。バランスといろんな人とコミュニケーションできるようになるんですね。やっぱり社会性を身につけるような。そうですね。あでもいいかもしれないですね。いやそれをねぜひ全国に広めるために頑張ってください。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。この鶴見ブラジルデーを主催している NPO 法人 ABC ジャパンの橋本さんにお話を伺います。橋本さん、よろしくお願いします。お願いします。このブラジルデー大盛況ですね。今日は迷惑振らなくてよかったですね。本当ですね。ブラジルデーを主催してらっしゃる NPO 法人 ABC ジャパンというのはどんな団体なんですか？まあ、そのブラジルと日本をもうちょっと仲良くするように、ブラジルのことを日本人に教えたり、日本のことをブラジル人に教えたりというのが一つの目的ですね。お互いにこう理解を深められるような。理解するように。そうですね。はい。せっかくその国に来ているなら、その国の人と付き合っていくっていうのはいいことだと思います。で鶴見はそれを見えるので、うん、結構いいと思いますので、はい、はい、ここ横浜は鶴見から鶴見からですね。そうですね。はい、うん、これからもどんどんいろんなねブラジルのことを紹介してもらいたいですね。はい、はい、皆さんの力必要です。応援してください。よろしくお願いします。葛原さん、カポエーラ決まってましたよ。そしてキュートなエメリーちゃん、ナビゲート本当にありがとうございました。いやこのイベント大盛況で、もう夜は人が通るのがやっとなくらい、ね、本当に盛り上がったんですよね。で今回のイベントを主催した NPO 法人 ABC ジャパンでは、今後も
ブラジル人と日本人がお互いの国について理解し、交流できるよう、たくさんのイベントを企画する予定だそうです。